たくさんの日本航空の社員が手を振って歓迎ムードの中、今駐機場に初号機が到着しました。日本航空は国内の航空会社では初めてエアバスの最新旅客機 A350-900 を導入します。14日羽田空港で製造されたフランスから到着したばかりの機体が公開されました。後部には A350 の大きなロゴをあしらいました。機内は静かでより地上に近い気圧を実現するなど、さらなる快適性を追求したということです。9月から羽田・福岡線で運航を始め、札幌と那覇を結ぶ路線にも投入されます。